スラティナは、ルーマニアのオルト県に位置する都市で、同県の県と、オルト側に面する。スラティナは1368年1月20日に、ワラキア港グラジスラフ一世ブライクが出した公文書に歴史上初めて登場する。そこには、トランシルバニアのブラショフを出た商人らがスラティナを通過した際、税関で何も支払わなかったという旨のことが記載されている。 スラティナという地名は、スラブ語派で、塩を含んだ土地や、塩水を意味するスラムティナが語源とされるが、中には、ラテン語の、サラティナという語が起こりなとするものもいる。アルロスラティナという南東欧最大級のアルミニウム、生産工場が置かれている。アルプロム、アルトゥア、ピレリ・タヤーズ・ロマニア、コード・ロマニア、ベントラーなどの企業もスラティナに拠点を置いている。 スラティナの洋歌支店、ラートラトゥール・アルバネスは、ルーマニア国内で最古の民間企業の一つである。ルーマニア3部リーグのリーガ3でプレーする、サッカークラブ、アルトスラティナやルーマニアのハンドボール2部でプレーする、KZN スラティナが、本拠地としている。ありがとうございます。